皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2022年12月4日の朝の8時17分です。昨日遅い時間になってしまったんですが、イーロンマスクさんの暴露ツイートをご紹介させていただきました。二十数分になってしまいましたが、面白い内容ですので、ぜひ聞かれてみてください。このイーロンマスクさんの暴露を受けて、トランプ大統領もアクションを起こしているようです。 ウォッシュタイムズさんが伝えています。ドナルド・トランプ前大統領は、イーロン・マスクが梅田カリウドの話の意図的な抑圧を証明したと彼が主張する情報を発表した後、新しいフダイレまたは2020のフダイレの結果を破棄することを要求しました。というものです。昨日のイーロン・マスクさんの曝露の動画はかなり長く20分くらいになりましたので、 お時間のない方のために要約したいと思います。この暴露で行われたのは2020の母性選びの前10月14日にニューヨークポストが梅田カリウド君の暴露記事を出したことに関してが主な内容になっています。まず導入から申し上げますとツイッターは当初は新しい情報ツールとして素晴らしい公の ツールとして役割を果たしていました。だけれどもそのうち消せとかそれを広めるなとかという要望がいろんなところから出されるようになってきたんだそうです。です。はじめはごく稀な要求だったんですけれどもそれが時々になり頻繁になりそして常に行われるようになってしまった。そしてその中で政治的なものといえば 民主党と共和党なんですが、民主党は、例えば2020年段階で民主党から寄せられたそういう消せとか要求ですね。これ私の解釈なんですが、98.47%というデータが出てます。そしてそれに対して共和党から寄せられた要望というのは1.53%であった。そもそもツイッターというのは、 あちら系の人がほとんどを占めている会社なので、どうしてもそちらの民主党系の人と親和性が高くなるということも書かれておりました。で、そうした中で、ニューヨークポストが2020の12月14日にある記事を出しました。それが、梅田カリウ君のパソコンの中身を暴露した記事なんですね。で、それが出て、ツイッター社は 即刻そそのの記事へのリンクを削除したんだそうですまたトランプ政権の報道官でケイリー・マクナニーさんという女性の方がいらっしゃったんですがその方がこの「ニューヨーク・ポスト」の記事をツイートしたらツイッターから締め出されされれる凍結てしまったんですねこの10月14日から10月15日にかけてツイッター社の社内では大騒ぎになっていたというそこの部分があらわになっているんですね。 そして、梅田カリウくんのこのパソコンの中身に関する記事に関しては、ツイートできないようにする、リンクを剥がす、というようなことをしてくるんですが、その根拠は何なんだということが、社内会議にかけられたり、あと外部からの圧力があったりしたということです。で、そこで出てきたのが、ハッキングということなんですが、 ハッキングはツイッターのコミュニティガイド違反にあたるので、そこで突っ走ろうという意見があったんですが、そのハッキングというのを根拠にするのはさすがに無理があるだろうという意見もあって、そこは吸ったモンターがあったんですが、結果として無理やり強引にハッキングという根拠づけで梅高龍人くんのパソコンの中身に関する発言はできないようにしてしまった。 ということなんですが、そしてこの時にも民主党の議員さんから働きかけのメールがあって、やりとりなども公開されています。この民主党議員さんのメールの内容で身も凍るような一節が含まれているというのがあります。もっと節度を求めており、権利焦点に関しては絶対的ではないという意見も述べられているそうです。 簡単でございますが、お伝えいたします。それではまたありがとうございました。